皆さんこんにちは。こんにちは。マップカメラ YouTube チャンネル、いつもご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。さて今回は、はい、ついにまた来ましたね。もうタイトルにもございますが、はい、ライカ M11D のご紹介をさせていただきます。はい、まあ、以前開封動画ということで、そうですね、はい、私の方で開封動画させていただきました。まあ、今回は M11D で実際撮影をしてきたということで、はい、はい、私現 M10D ユーザーということで、そうなんですよね、羨ましい。結構変わったところもありますね。そういったところもなんか細かいところを比較しながらお伝えできればなと思います。はい、では早速いってみましょう。とその前に、はい、少しこの D の系譜についてお話ししてみようかなと思うんですけれども、はい、M 型ライカの D シリーズといえば、まあ、M10D の前に MD タイプ262というのがありましたね。あったと思うんですけど、はい、初代の MD ですね。はい、それが初代と言われておりますが、実はもう少し前に、ありました。その原型となったカメラがありました。エディション60、エディション60ですかね。あのライカの M 型60周年記念に出たモデルが、2014年にフォトキナで発表されたんですね。そして発売されたんですけれども、なんとそのカメラ、背面に液晶がないモデルだったんです。もう世界中が驚いたっていう1台だったんですけれども、それをまあ市販化したのが MD ですね。まあ、今申し上げているのは、デジタルになってからの MD ですね。はい、あのフィルム時代からライカご存知の方はフィルムの MD も存在はしていますね。はい、そのエディション60が2014年に登場していたことを考えると、はい、2024年にこの M11D 10年越しの、まあ、10年を迎えたということで、確かにやっぱこのルックス、ダイヤルの部分であったりとか戻ってきたのかなと。なるほど、原点回帰みたいな、はい、そんなところで納得もできるのかなというふうに感じております。確かにそう言われるとそう感じますね。はい、ではこちら私の M10D なんですけども、ご自身が普段使っている M10D ですね。かっこいい、かっこいいですね。相変わらずかっこいいんですが、はい、今回この M11D、まあ、M10D と大きく違うところの一つとして、トリプルレゾリューションテクノロジー採用しているということで、はい、およそ6000万画素誇るカメラとなっておりますので、はい、なんでしょう、より親密な描写であったりとか、うんうん、トリミングしてこう最後写真を整える方も多いと思うんですけど、そういったところの画素数の安定化というところも、はい、まあ、撮影の幅が広がるという意味ではすごい頼りになる部分かなと思いますし、はい、まあ、その他にも内蔵メモリーが、まあ、開封動画でもご紹介しておりましたが、256GB、はい、そうですね、大容量の内蔵メモリーが生まれていたりとか、はい、タイプ C の端子が新しくついたりとか、はい、いろいろこう中身が変わっておりまして、このなんていうんですかね、外装としてはこの撮影体験をよりこう集中して行うための、はい、それ以外の要素を取り除いていくモデルではあるんですが、うんうん、中身はどんどん進化しているというか、そうですね、歴史を重ねているんだなと、はい、まあ、間違いないかなと思います。うんうん、はい、さあそして今レンズがつきましたね。はい、こちら現行型のズミルックス 50mm ですね。はい、はい、今回はこのレンズをつけて撮影をしてきたっていうことしてまいりました。はいはい、まあ、このレンズ、まあ、写りはもちろんなんですけど、はい、最短撮影距離がぐっとまた縮まって、そうですね、はい、70センチよりももっと近い距離で撮れるレンズとなりましたね。ありましたが、はい、まあ、皆さんご存知の通り背面液晶がないので、ライブビューがカメラ内でできないということで、そうですね、まあ、その辺はどう楽しんでいくのかというのもお伝えできればなと思います。確かにその通りですよね。あのファインダーでピントが合ってるか確認できないんですよね。そうですね、それをどうやって楽しむかっていうところ、まあ、感覚で撮るというのも一つあると思います。この間45センチ、こうやって測ってみたいなのはできますね。はい、じゃ早速写真を見ていこうと思います。はい、見ていきましょう。はい、早速写真の方見ていきましょう。はい、綺麗な夕焼けといいますか、夕方ですかね、夕方の時間帯で、まあ、何気ない1枚を撮ったんですけれども、はい、こうファインダーを覗いた時に相変わらずクリアで見やすいなというのは、はい、すごい気持ちよい撮影が、うんうんうん、この天気のようにできたかなと。なるほど。そしてやはりですね、この解像感っていうのも、もうこの1枚から感じ取れますよね。そうですね、うん、さすがその6000万画素に引き上げられたセンサーだなっていうのはありますね。拡大しなくても引いててもこう緻密な感じが伝わってくるというのは、うんうん、まあ、この高画素機ならではの良さかなと思います。そうですね、
で我々もあの N 型ライカーを使っていて、はい、よくそうですね、ボケちゃったりとか、うんうん、ブレちゃってもそれがもう、はいはい、それも味だよみたいなとこですよね、はい、後ろ姿撮ってみたいな、若干こうボケてるっていう、確かにちょっと距離がずれてるんだけれども、もうこれはこれで雰囲気かなっていう気がします。あと今思ったのが、モニターがついてるともしかしたらこの写真消しちゃってるかもしれないですよね、失敗だって思って、それをちゃんと残せる、何でしょう、写真に対するこの愛情じゃないですけれども、はい、その時を大事にするっていう気持ちがやっぱり残せますよね。そうですね、うん、まあ、この確認がすぐできないというのもこれまだそうですね、楽しみの一つとして、まあ、消さないで済むというのもつながってるかもしれないですね、うん、はい。さあ続いてはモノクロですね、うん、黒の出方というか、うん、やっぱトーンが綺麗だなっていうのが見て思いました。この写真トリミングしてるんです。あ、そうなんですね、はい、それでも地面の凹凸のこの緻密な感じっても伝わってきますし、うんうん、こうパッと撮った1枚でなんか光の捉え方もなんかいいなって思える1枚が撮れてしまうという。そうですね、これは M11D の強みかもしれないですね。今回は ISO 感度あえてオートで撮ってみました、はい、あ、まあ、シャッタースピードは適宜変えたりとかしてたんですけども、うんうんうん、オートで撮っておりまして、はい、そのオートの捉えるバランスっていうのも、まあ、扱いやすいかなというふうに感じました、うんうんうん、そして M11D の ISO ダイヤル、はい、今背面についてるんですけど、今オートになってるんですが、この M っていうこれにしておくとですね、実はここの肩のダイヤルのところで設定ができるということですね。設定ができる。じゃあもうファインダーを覗きながら ISO を変えていけるっていう、はい、方法もできるようになっております。なるほど。あのここのダイヤルの感触が変わったんですよ。え、そうなんですか。 M10D と比べて変わったんですよ。まあ、最初にこれ触ってみてください、ちょっと触ってみますね。あ、小気味良いこのクリック感でカチカチと回りますね。 M10D 使い込んでツヤが出てきました、ね、いい味になってますね、はい、こんな感じのダイヤルになってます。はい、でこれ触ってみてください。あ、失礼いたします。でも、あ、本当だ。なんでしょう、こっちの方がカチカチって言ったらいいんでしょうか、小刻みに刻んでんですけれども、こっちの方がなんだろう、もちっとしてるって言ったらちょっとしっとりしてるんですよね。そうなんですよね。これ好みは分かれるかもしれないんですけど、なんかすごくこの安心感を感じます。そうですね、確かにソフトな感じで硬い印象です。 M10D の方は、それに対して M11D の方はちょっとしっとりが混ざってる、あの感触がやっぱり違いますね。こういう細かい部分もかなりこだわってんのかなと。感じです。五感を使って撮るっていうところですね。はい、M11D、こうトップカバーがかなりすっきり、そうですね、はい、してきまして、最初はちょっと寂しいかなと思ってたんですよ。はい、うんうんうん、ただ使っているうちにですね、だんだんこのシンプルなデザインいいな。本当に潔いデザインですよね、うん、マイナスの。はい、じゃあ次の写真に行く前に、はい、ビゾフレックス2をつきましたね、つけてみました、はい、こんな感じです。やはりもう互換性はもうすでにされているって言いますか、そのままつけて使えるっていう仕様ですね。そうですね、ちゃんとライカのマーク入ってました。かっこいいですね。この結構ね、これも好み分かれる部分かと思うんですけど、うん、はい、我々 EVF やっぱり慣れてるというか、うん、普段使ってるということもあり、うんうん、まあ、こう覗いた時はかなり自然に、そうですよね、動作としてはかなり自然に行えるかなというふうには感じます。はい、で早速このビゾフレックス2を活用して撮影をしてまいりましたが、はい、お、これができちゃうんですよね、ビゾフレックスは。でこうですよ、ウエストレベルこれをこうですいいですね、という楽しみ方もやっぱりおつかなと。確かにそのためにこれ角度つけられるようになってると思いますそれが今見ていただいてる写真ですけど、はい、こんな感じ、ちょうど夕日のタイミングだったので、うん、逆を取り入れつつ、ちょうどなんか撮られたスタッフがここにおりますので、どんなこう、うん、ね、こっちにこう、なんだろう、カメラを顔の前に構えられるのとウエストレベルのとなんか違いとかって違いはなんかでも正面で構えられるよりも、うん、ウエストレベルの方がなんかあんまりカメラで撮られてる感がなかったんで、ちょっと自然体でいられました。あ、まあ、やっぱそんな感じしたんですよ、ね、なんかちょっと違いますよね、圧迫感というか、うん、威圧感を感じないっていうのはやっぱりありますよね、はい、でこう普段の視線ともちょっと違うレベル、うん、アイレベルというか
雰囲気もまた変わるのかなと思います。はい、ちょっと久しぶりのあのドアップの写真にはなるんですけれどもいつも出てくれているスタッフのドアップ写真ですね、はい、ありがとうございますこれ最短で寄れるところまで。なるほど、これもビゾフレックスを利用して最短撮影というところですね、はい、ちょっとビゾフレックスないと厳しいです、うんうん、今回開放で撮ったので、はい、かなりこう浅いピント面浅いですし、そうですよね、はい、1.4 の被写界深度で寄って撮るってところですもんね。でもいいですね、なんか柔らかさがより伝わる描写ですね、スミルックスの。そうですね、うん、最短だからこそまたふんわり感といいますか、ボケの感じも、はい、境目、ボケていく境目もかなり自然で、はい、ただビゾフ X 使っていましてですね、ちょこっとだけ感じる部分ありまして、はい、やっぱり電池消費が気持ち早いかな、うんうん、あ、まあそうですよね、電気を通して動かしているので、はい、その分あの食ってしまうってとこですよね、バッテリーの。はい、ビゾフレックス使いたいよという方はぜひ予備バッテリーもあると安心かと。ぜひその方がいいと思います、はいはい、今回ですねこのビゾフレックスをつけて撮影をしたということですけれども、はい、まあ、撮影画像って他にも確認できる術っていうのは実はあったりしますよね、はい、ライカフォトス、ライカフォトス、はいはい、今回も活用しました。お、まあ、もちろんライカフォトスを使って、うん、M11D の設定とかは全部そっちでアプリでするようになりますので、まあ、必ず必要かなと、はい、必須アプリとなりますけれども、うんうんうん、接続が早い、早い、びっくりするぐらい早かったです正直。あ、そうなんです、はい、今までって結構時間かかってたじゃないですか。そうなんですよ、私のもそうなんですけど、うん、それが早くなった。 M10D ですらまあ割と安定して早くなったかなと感じてたんですが、うんうんうん、ね、本当一緒に撮ってる時に、はい、もうその場ですぐ確認できるぐらい早くて、大体ちょっと待つじゃないですか、はい、接続に時間がかかるんですよね。もしくはちょっともう先に繋いでおいて、うんうん、よいしょって見る感じだったんですけど、はい、あれと思うぐらい早くて。あ、そんなにサクサクな感じになったんですね、はい、立ち上げたらすぐ見れましたよね。すごいな。じゃあ本当ストレスフリーで使えてっていうことですね、はい、それは大きな進化点ですね。ライカフォトズといえばあのライカルックが、うんうん、選べますね、選べるようになって、はい、ライカクロームとか新しいのも出たんですけども、はい、M11D では使えないので、今後対応してくれるかわからないですけど、うんうんうん、まあ、現状は対応機種が限られている機能ではありますので。なるほど、はい、楽しみにしていきたいと思います。そうですね、はい、はい、さあ今回ですね、この M11D で撮影してきたわけですけれども、はい、普段使っている M10D との違い、はい、その感触であったり操作感であったりすると思うんですが、それの大きな、まあ、何でしょう、違いの一つとして、はい、サムレストがなくなったと思うんですね、はい、それに関してどうでした？え、寂しいって最初は思ったんですよ手元でこう常にこうやっていたくなるギミックだったので、うん、分かります、それこうついこう触っていたものがちょっと寂しいなって最初は思ったんですけど、うんうんうん、まあ、先ほど少しお話ししましたけど、シンプルになったトップカバーを見るというのもこれもいいなって思えるようになったので、うんはい、これはどっちも必要ですどっちも必要、はい、うん、なんかしっくりくるんですよ、どっちもしっかり。まあ確かにそうですね、だからこれなきゃダメだっただろうみたいなのは自然と感じなかったというのが正直なところではあります。なるほど、まあ、ちゃんとですねここにあの親指が引っかかる突起はついてますので、なんかスルッといくようなことはもちろんないと思いますし、そうですね、しっかり握って撮影できたっていうことですよね、うん、はい、今あのちょっとなんか違ったところないかということでサムレストのお話してたんですけど、はい、うん、まあ、実際に持っていて感じたのはやっぱり軽くなってます。あ、そっか、そうですよね、スペック上ももちろん軽くなってるんですけど、はい、もっと分かるぐらいあれと思うぐらい軽くなってて、やっぱりこうそこのカバーがなくなったりというのもその軽量化に貢献している部分なのかなと思います、はい、うんうん、まあ、この重さがあっていいんだよっていうのも気持ちもちろんわかるんですけど、私もそうです、うん、はい、やっぱ軽さが正義と思う部分もあったりして、はい、そどっちかね、そうなんですよね、ジレンマなんですけれども、はい、あの重さもなんか満足感につながるんですけれども、ね、うん、やっぱり軽量であの軽快に持っていった方がいいなっていう気持ちもわかります。その分レンズをたくさん持っていけるという、そうですね、より楽しめるかなと思います、はいはい、では最後に少しだけ、はい、あのアクセサリーのお話を、うんうん、今回撮影に出た時はこのレザーストラップを
つけて。これをつけたんですね。この最初についてるやつではなくて、このちょっと色味を変えて。はい、似合いますね。これ色はコニャックですかね。そうですね、もう使うだけこう味が出てきそうな、ツヤが出たらすごく良さそう。ここにもしっかりライカと入っておりまして。あ、本当だ。あとここの首に当たる部分は分厚くなっていたりとか、ここにもしっかり裏側に刻印がされているこだわりっぷりですので、カメラと同じ愛着が湧いてくるアクセサリーの一つかなと思います。かっこいいですね。そうですね、こう G シリーズ の、このダイヤルがくり抜かれている専用のカスタムしていくというのも楽しみ方の一つかなと思います。はい、では M10D ユーザーから見て、この M11D いかがでしたか、カメラとして。それもちろん良かったですそうですよねもうそれぐらい即答できるぐらいはいいなと思ったんですけども、途中でもお話少しいたしましたが、やっぱりこの別物ですよね。まあ確かにそうですね、全く別のカメラということで、M10D にはやっぱさまざまなギミックがあって、唯一無二の存在であって、M11D はまたこう原点回帰したかのような佇まいと最新テクノロジーが詰まった一台、また唯一無二の一台と言います。乗り換え、乗り換えなのか、買い増しの方向ですかねこれもし検討するのであれば、そうかもしれないですね、それはそれやっぱり違った魅力ですよね。もう贅沢な悩みなんですけれども、これはもう2個持っておく必要があるとさえ思います、ノスタルジックを求めてるわけではないですけれども、やっぱり写真を撮る楽しさで、撮影した後に何が撮れてんだろうとか、どういう風になってるんだろうっていうのも、そういうワクワクも大事じゃないですか、それを今の時代でもちゃんと感じさせてくれるカメラかなって思いますね。最後までご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。今回ご紹介したライカ M11D の詳細は概要欄に載せておりますので、ぜひご確認お願いいたします。お願いいたします。その他こちらのカメラで撮った写真、フォトプレビューサイトカシャパ4ライカにも掲載してございますので、そちらも概要欄から合わせてご覧いただければと思います。このマップカメラ YouTube チャンネルでは、こういった新製品のレビューであったりとか楽しい特集で皆様をお待ちしておりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。今回の動画面白かったよと思っていただいたら、ぜひ高評価ボタンお願いいたします。お願いいたします、またこのカメラとかこのカメラ紹介してほしいなとか、このレンズつけたらどうなのとか、もしあればぜひコメントもお待ちしております、マップカメラには LINE の公式アカウントもございます。お友達登録と ID 連携2つしていただくと、よりお得な情報をお届けできることもございますので、合わせてよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。マップカメラが運営しておりますフォトシェアリングサイト、エブリバディフォトグラファー、通称エビフォトですね。では皆様からの写真のご投稿をお待ちしております。今回のようなライカで撮られた写真であったり、またですねフィルムライカ自体をスキャンしてお送りいただいても結構ですので、ぜひとも皆様からのご投稿をお待ちしております。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。 M 型は分かれますよね。私こう親指を下側にするんです。体が大きいのでちょっと少しでもこうちっちゃくしていこうかなという私上派です。これでピント合わせて撮っちゃいますね。どちらがお好みかはコメント欄でお待ちしております。お待ちしております